ブライアン・アクセル・ホイヤーは、アメリカが州国オハイオ州、ノースオルムステッド出身のアメリカンフットボール選手。現在 NFL のニューイングランドペートリオッツに所属している。ポジションは、クォーターバック。ニューイングランドペートリオッツの QB を務めた、ブライアン・ダウリングと同じ高校に入学。アメリカンフットボールの他に、野球で、投手、内野手、外野手を務めた。 二年時の2002年には8勝1敗、防御率1.99の成績を上げて、オハイオ州リビー場外選手権では、6回を投げてに、失点、勝利投手となった。アメリカンフットボールでは2年間先発 QB として16勝7敗、2002年には、パス263回中1 3 1回を、成功、2131ヤード、18td、12、 INT の成績を残した。2003年にはパス412回中258回成功、5570ヤード、45TD、15INT の成績で11勝1敗の成績を残し、AAP 通信により、オハイオ州のディビジョンアイオールチームに選ばれた。2004年には、オハイオ,オールスタークラシックと7月24日に、 行われたオハイオ州とペンシルベニア州の高校生の間で行われるビッグ33フットボールクラシックに出場した。大学時代のホイアーミシュガン州立大学に進学した彼は2004年は練習生として過ごし2005年には5試合に出場しパス23回中15回成功167ヤード 2td を上げた。イリノイ大学戦では ドリュース・タントンと合計 7TD パスを挙げた。これは、ビッグ・転換ファレンス大記録となった。2006年には8試合に出場し、パス144回中82回成功、863ヤード、4TD、3INT の成績を残した。2007年、パス376回中223回成功、2725ヤード、20TD、 11INT の成績でビッグ10カンファレンスのオールチームに選ばれた。2008年シーズン開幕前にはジョニー・ユナイタスゴールデン・アーム賞の候補者26人の中に選ばれた。3、4年の2年間でパス5100ヤード、29TD を上げたが20、インターセプトも起死した。2009年ドラフトコンバインに招待されスカウトの評価を高めたが、 NFL ドラフトで指名されることはなく、ドラフト直後の4月30日に、ドラフト外フリーエージェントで、ニューイングランドペイトリオッツと契約を結んだ。プレシーズンのシンシナティベンガルズ戦で、プロデビュー、パス19回中11回成功、112ヤードを獲得した。ニューヨークジャイアンツとのプレシーズン最終戦では、第1球に一時0から21とリードをされたが、 パス25回中18回成功、242ヤード、1TD を上げて、38から27と、逆転勝利した。プレシーズン合計で、パス44回中29回成功、354ヤード、1TD、QB レーティング98.1の成績を残した。トレーニングキャンプでは、マットグティエレス、ケビン・をこねる、アンドリュー・ウォルターと4人で、 トム・ブレーディの控え QB の座を争ったが、彼以外の3人はカットされ、ホイヤーだけが開幕ロースターに残った。10月18日のテネシータイタンズ戦の後半で、初出場、最初のドライブで、パス5回すべて成功、35ヤードを獲得、最後は1ヤードの TD ランで締めくくった。この試合でチームは、チーム記録となる59から0で勝利した。 最終週のヒューストンテキサンズ戦では、自陣1ヤードからの厳しい状況で、ブレーリーと交代出場した。2010年、プレシーズンを唯一の控え QB として迎えた。彼は、パス57回中32回成功、471ヤード、3TD、1INT の成績を残した。レギュラーシーズンでは14から34で敗れた。 クリーブランド・ブラウンズ戦の終盤出場し、プロ初のインターセプトを起死した。第17週のマイアミドルフィンズ戦で、チームが31から0とリードしてから登場し、プロ初の TD パスとなるブランドンテイトへの42ヤードのパスを決めた。2011年、ペイトリオッツがドラフトでライアン・マレットを獲得したが、第 2QB の座を維持し、プレシーズンでは、 パス42回中25回成功、1TD を上げた。レギュラーシーズンでは、最終週に1回しかパスを投げなかったが、これは、ロブ・グロンカウスキーへの22ヤードの TD パスとなり、グロンカウスキーは、タイトエンドのシーズンレシーブヤード NFL 記録を、更新した。2012年のプレシーズン第2週の、フィラデルフィア・イーグルス戦では、控え QB の座を争うライアン・マレットが、 パスし投げ1回あたり5.5ヤード獲得したのに、対してパス17回中わずか5回成功、55ヤード獲得と1回あたり3.2ヤードしか獲得できなかった。8月31日、ニューイングランドペートリオッツを解雇された。11月20日、ベン・ロスリスバーガー、バイロン・レフトウィッチが負傷したことから、ピッツバーグ・スティーラーズのワークアウトにマイク・カフカと共に参加。 契約を勝ち取った。第12週のクリーブランド・ブラウンズ、第13週のボルチモア・レイブンズ戦で、チャーリー・バッチの控え QB として登録されたが、出場機会はなく、12月8日にウェーバーされた。12月10日、アリゾナ・カージナルスと契約、第16週のシカゴ・ベアーズ戦では、先発したライアン・リンドリーと交代出場、パス19回中11回成功。 105ヤード 1INT の成績を残した。12月26日、ケンウィゼンハントヘッドコーチより最終週のサンフランシスコフォーナイナーズ戦の先発 QB に指名された。この試合でパス34回中19回成功、225ヤード 1TD1INT を記録した。シーズンオフにはカージナルスからドラフト2巡目相当のテンダーオファーが、 なされた。2013年5月13日、カージナルスから解雇され、5月16日、クリーブランド・ブラウンズと2年契約を結んだ。第3週のミネソタ・バイキングス戦より、前週の試合で親指を負傷したブランドン・ウィーデンに、代わって先発 QB となり、321ヤードを獲得、3タッチダウン、3インターセプトの成績を上げ、 チームは31から27で勝利した。この勝利に対して、元ブラウンズの QB ーーブライアンサイプと重ね合わせてみる意見が出た。10月3日のバッファロービルズ戦の第1球に、右膝の人体帯を断裂、シーズン絶望となった。2014年、ブラウンズがドラフト一巡でジョニーマンジールを獲得したことから、控え級 b となるのではと予想されたが、 開幕先発 QB に選ばれた。序盤は好調でチームをプレーオフ争いに参加させたが、第10周以降、タッチダウン例に対して多くのインターセプトを記録したため、7勝6敗でプレーオフにわずかな望みを残した第15周より、マンゼルにエース QB の座を奪われた。この年先発13試合を含む14試合に出場し、3326ヤード。 12td, 13, i n t の成績を残した。2015年、ブラウンズがジョシュ・マカウンを獲得したことから、ブラウンズを対談する意思を明らかにした。2015年3月11日、ヒューストン・テキサンズと2年1050万ドルで契約を結んだ。ライアン・マレットとの先発 QB 争いを行い、8月24日にエース QB の座を勝ち取った。 テキサンズは地区優勝を果たし、ホイヤーはキャリア初となるプレーオフ出場を果たしたが、初戦のカンザスシティチーフス戦は4インターセプト、1ファンブルロスと0タッチダウンの成績に終わり、チームも完封負けを喫した。2016年4月17日、テキサンズから放出された。2016年4月30日、シカゴベアーズと契約。 ジェイ・カトラーに代わって5試合で先発を務めたが、負傷した後は出場なくシーズン終了となった。2017年3月、サンフランシスコ・フォーティナイナーズと2年契約を結び、加入。2017年11月1日、フルス・ニュー・イングランド・ペイトリオッツと3年契約を結んだ。これによりホイヤーは、ペイトリオッツが10月30日にトレードにより、 フォーティナイナーズに放出した QB ジミーガロポロに代わる、控え QB となった。出場機会こそ少なかったものの、第53回スーパーボールのロースターに残るなど、チームを陰で支えた。2019年9月1日、その年のドラフトで指名された新人、ジャレット・スティッドハムとの控え QB 争いに敗れて、チームから解雇された。2019年9月2日に、 アンドリュー・ラックの引退により QB の人員不足していたインディアナポリス・コルツと契約を結んだ。第9週のピッツバーグ・スティーラーズ戦では負傷した先発 QB、ジャコビー・ブリセットに代わり出場するとタッチダウンを挙げた。このタッチダウンにより史上5人目となる通算7チーム以上でタッチダウンパスを挙げた QB となった。2020年3月25日に ベートリオッツと契約した。第4週のカンザスシティチーフス戦にて、請求 b のキャムニュートンが、新型コロナウイルス感染症検査で陽性反応が出たことから、ベートリオッツでは、初めての先発出場を果たした。試合は、26から10で敗れた。レギュラーシーズンポストシーズン。ありがとうございます。